はい、今回は竹中平蔵が非正規雇用を増やし、生活困窮する日本国民を山本太郎さんがひっくり返す物語、こちらについて考えてお話していきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、今回の話はですね、あの今の日本のま現状語られることのない現状っていうまあ情報をですね SNS で見つけまして、まあ、その内容とあとですね、えー、リスナー様からちょっといただいたコメントで。 ままああの、まああの考えるるとところがあるなと思ったそしてですねまあ令和を応援している方たちの良さとか、まあ、僕の思いもちょっとねまあそのリスナー様にまあ通じてよかったなとまあ、そういったことを今回ねお話ししていこうと思うので今回もよろしくお願いいたします。まあまずですねリスナー様から頂い,いたコメントなんですがまああの今の日本の厳しさを思っていらっしゃると。でまあ 多くの方が多分こう思ってらっしゃるんじゃないかなとまあ、そういったまあ内容ですねまあ、紹介っていうかさせていただこうと思います、えー、僕はこの半年くらい前まで世の中嫌になり心や病んで毎日字丸しようと考えていたと、えー、でも管理人さんのぼやきを聞くようになり令和がやってくれる山本太郎がやってくれると思い始めもう少し生きてみようかなと思いました令和を応援しますこの日本を助けてください 底辺で一生懸命汗流してている日本人を助けてくださいと、まあ、こういったコメントを頂い,いたんですね。でやっぱりまあ僕も思いますし皆さんも思うかもしれないんですがこの今の日本の社会っていうのは厳しいんですよねいろんな意味でその経済的なこともありますし人間関係とかっていうのもあるんでね。 で、このリスナー様が書いていただいたように、僕はね、少しでもこの方の生きる希望に慣れて本当に良かったなと、YouTube をしていて本当にね、こういった言葉をいただいて良かったなと、みんなでよりよく生きていける、そんな日本になればいいなと、そう思ってます。やっぱりね、何と言っていいかわからないですけど、大変というか、あ辛いというか、そういう感じですよね。僕もそう思ってるんですよ。 まあ本当にね、えー、YouTube させてもらって、まあ、皆さんが聞いていただいてるんでね、な、え、ん、ーまあ、とかかんとか、あまあ、充実して過ごせてますけど、まあ、それ以外の時っていうのはね、えー、僕は仕事を、まあ、つまんないと思ってるんで、えー、契約社員で働いてますけど、どうしようもねえなと思いながらね、えー、なんか、だるいなと思ってるんですよ。でも YouTube っていうのはね、まあ、皆さんが聞いていただいたりとか、やっぱりね、インターネットの力っていうのは偉大だなと思う時が多々あるんで、まあ、同じ考えを持ってる方と、 まあその思いが通じるってそういったところの良さを思いますしこの,この方がねおっしゃってたように生きるのが大変とか希望を失う絶望を失うっていうその,その方のですね何かの少しでも僕はお役に立てたとまあそういったことで本当に YouTube をしていてよかったなと思った瞬間がありましたとでまあ僕が言うのもねちょっとこういった話得意ではないんでっていうかどういう話も得意ではないんですけど やっぱりですね、えーまあ、皆さんが聞いていただいてるっていうのと、まあ、僕はあのお伝えしてるっていうこともあるんですが、まあ、パソコンとかスマートフォンの前に人間がいるんですよね。で、その人間から人間話す言葉なんですよ。その言葉の内容っていうのは、いろいろあると思いますけど、伝える内容とかはね。やっぱりその、まあ、人対人の話なんですね。だから僕はそう思って、まあ、僕なりにいつもできる限り精いっぱいお伝えしてるつもりなんですけれども、 まあそのね、パソコンとかスマートフォンっていう、まあ、そういったものの何て言うのかな画面の奥には人,人がいるんですよ。だから僕がいますし聞いていただく皆さんがいらっしゃるということで、まあ、そういった、ね、人と人のまあ心つながる、まあ、そういったものがあってそれがですねもう何かの希望になって、まあ、よかったと本当に思いましたっていうことで同じ日本国民としてですねやっぱりそう思うところっていうのはあるんですよ。 でこの方がおっしゃってるんですけど、やっぱり、えー、ねこういうふうに思う、まあ、僕もあの思うんですよ。<laughs> あのこのて底辺で一生懸命汗流してる日本人と書かれておりますが、別に底辺でもな何でもないですからね、こ,この方も、あの僕もまあ、み皆さんもね。で、まあ、何かっていうとですね、今っていうのはその日本国内が二極化してるんですよ。で いわゆる富裕層とか金持ちっていうのはいるんとは思うんですよ。ただ、ほんの一部、一部、1割もいないんじゃないかと思います。だからそれが新自由主義の慣れの果てなんですよ。ごくごく一部の,、まあ、その富裕層、まあ、僕の周りにはいないんでね、分かりませんけど、まあ、皆さんの周りにはいらっしゃるかどうか分からないですけど、まあ、そうですね、1%もいないと思いますよ。で、その一部の富裕層が儲かる、そして残りの方たちが厳しく、ね、過ごす、その、まあ、日本。 日本経済の中において、えーまあ、僕たち日本国民も懸命に過ごしているわけですよ。まあね、まあまあ、僕が言ってすいませんということで、まあ、嫌なことも大変なこともたくさんありますけど。 うん、まあ前を向いて、まあ、過ごしていて時にはいいことがありますからねっていうことをちょっと思いましたっていうことでうまくちょっとまとまらないんでも申し訳ないんですけれどもその新自由主義の慣れの果てで,ですね一部の金を持ってる人間まあ,あ分からないんですけど起業家とかね会社をしてる人っていうのはまあ別だと思うんですが、まあ、そうでない自民党とかね自民党の最低議員とかあるいは経団連とかねそういった最低な者たち そういったものたちっていうのは金はあるかもしれませんが考え方が今だけ金だけ自分だけの腐ってる人間の集まりですからね、うん、でそういった人間とは、まあ、僕も皆さんも見てる世界が違うんですよ僕たちが見てる世界っていうのはまあ 同じ考えを持ってらっしゃると思いますが僕たち日本国民にとってみんなで一緒により良い社会にしていきたいと、まあ、そう思っているわけですよだからその,、まあ、その思いがこのリスナー様に通じてですね、まあ、少しでも生きる希望になって僕も山本太郎さんを応援してるんでね、まあ、山本太郎さんしかいないと思ってますから。 その思いが通じてこの方の生きる希望になって一緒に令和を応援して僕たちがよりよく過ごせれば本当にいいなとちょっと思ったということでこの内容にですね他の方も投稿していただいたいくつかご意見がありますのでそちらのちょっとご意見を、ね、紹介させていただこうと思うんですがやっぱりあの、ね、自摩とかを考えないでくださいということで。 でなかなかね、厳しい状況だっても分かってくれる人がいると。ね、山本太郎さんもね、やっぱもちろん分かってくださるし、まあ、この書いていただいた方は確かにそうだなと思いますが、山本太郎さんっていうのはもっとね、大変なことを言われたり、されたりしているっていうことで、うん、まあ僕もそう思いますよ。まあね、山本太郎さんは何かの時きに、まあ、反対派の意見の人、アンチとか来てもいいですよとかっておっしゃってますが、まあね、えー、ものすごく嫌なことを言われるんだろうなと。 思ってまあすごいなとまあ応援してますけど僕ねそういうこともちょっといろいろ思うところがあるななんていうことを思ったりもしますでまあこの書いていただいたコメントの方もですね少しでも住みやすい世の中になるといいと思って令和が確実に広がることを願っていると山本太郎さんを応援しましょうっていうことでだからこの僕もですね皆さんも思ってらっしゃると思うんですが 令和を応援してている人たちっていうのは、まあ、例えば、政治のことにいろいろ考えたりとかね、その横に国民同士がつながりを、まあね、広がりを見せればいいとか、そういうあの、まあ、思いやりのある方がとても多いと思うんで、まあ、僕はね、そういった方たちと同じ考え、同じね、まあ、信念のもと、まあ、こういった話をさせていただいて、コメントをいただいて、本当にね、まあ、充実した日々を過ごせると思っているので、本当に感謝しております。で今度また別の方はですね まあ、多分この「自丸」を考えたことがあるっていう方だと思うんですがまあ,あーねえ100%正しい人はいないからお互い認め合って尊重する、まあ、その世界をね、まあ、作っていこうととかあるいはですね、まあ、草の根で、まあ、令和を広げていきましょうと今動かさないと日本は本当にダメになってしまいますっていうことで、うん、本当にそうですね。 今っていうのはもうどん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 右肩に下がっていってるんですよ。日本の経済も国民の生活も。だからそういうあの疲弊することがですね、えー、まあ、なんていうんでしょうね、よ,よ,よ,あのよくない方向に、えー、行くってことです。で、あの、まあちょっと別の話なんですが、まあ、そ,その、この最初にね、僕はお伝ええー、させていただいたコメントの方とはちょっと同じかわからないですけれども、少し前の国会中継でも出てましたからね、インボイス制度が始まって、えーね もうそれまで生活していたものが生活できずに、えー、自丸を考えてるっていうようなことでで日本っていうのはあの僕たちが住んでる日本っていうのは決してそんな悪い、えー、状況ではないはずなんですがそういった自丸をする人が多いっていうことでこれ大きな問題なんですよだからそれをなんとかみんなで国民で、ね、止めていかないとねだってあの僕たち同じ日本国民ですよそ,その人たちがそうやって苦しい姿を追ってねでしかもねうん 明日は我,我が身ですからね。そういった今状況に、えー、いると僕は思ってるんですよ。だから、あのー、まあ、山本太郎さんの話を聞いていても思います。し、うんま何、あ、て言っていいのか分かりませんけど、そういう絶望する社会って嫌じゃないですか？ でね、これからの社会だってこれからねそれこそ次の世代の方子供の世代とか孫の世代の方にこうなってるのは絶対良くないんですよだからどっかで、えー、まあその政治でひっくり返さなければね変わらないですからこの政治で腐敗したこの社会っていうのは政治でひっくり返すしかないんですよ僕たち個人が頑張ってもどうにもならないんですよ頑張るは頑張りますよ、うん、っていうことをちょっとこの後でまたお伝えしていこうと思うんですが えねえー、今度はあの令和の、まあ、応援をしてるっていう方が書いていただいたんですね。うん、令和の支持率が上がらないし呼びかけてもね、えー、なかなか上がらないしでその、まあ、自民がどんどん勝っていくっていうようなことで、えーまあそのねえー、歯がゆい思いをされていたとしかし山本太郎さんはそんなことに、えー、もろともせず、えー、ねその ぶれることなく、その背中を、あの、令和支持者の方に見せて、えー、まあ、くれていると。で、山本太郎さんが、ま、言ったと。あなたが支えなんて、あなたがいて、いてくれるから頑張れるんですと。まあ、本当に、えー、そうですよ。政治家も国民も、い、あの、一体となってですね、より良い日本を目指す。だから、自民、公明、維新とか、国民民主とかもそうですけど、立憲民主とか、まあ、まあ、まあ、ね、令和以外の政党って言いましょうか。令和以外の政党はそういった考えがないんですよ。 だからそういうどうしようもないんですよ。そういった人間たちが火事を起きる限りね。で、この後にその話を考えていくんですが。 ちょっと一回話をまとめるってうまくまとまらないで申し訳ないんですが令和を応援してくださっている方、まあ、僕も含めて、まあ、皆さんもそうですがみんな、ね、いろんなことを考えて非常に前向きなんでこれから僕たちで、ね、日本をより良い方向に向かっていきましょうとそうなることを信じていますそしてその先頭に山本太郎さんが立っているっていうそういったことで、ね、もう僕たち日本国民が住む暮らす日本が良くなることもうそれだけをただただ願いますそそしてその願いが山本 太郎さんに届いてるんですよ前もこっちこの話、えー、しましたけど2023年にね、えー、山本太郎さんが日本全国各地を回られて消費税廃止インボイス制度廃止まあそういったことをね、えー、まあ、ずっとおっしゃってたわけですよで、その後のおしゃべり会とかにも行って、えー、日本国民のね、えー、まあ 国民目線で物事を話してくれるわけじゃないですか,かその山本太郎さんのその見てる国民の目線っていうのは国民に届いてるんですよだから少し前のね支持率でも自民党の上に行ったじゃないですかだから多分僕はあの思っててねそれは数字なんでてこないからわかりませんけど多分令和の支持率って多分今一番ですよだって国 あのでその令和を否定するわけわかんないやつって言いますけど、そういうやつって言ってることがもう破綻してるんですよ。なんでかっていうと、日本国民の7割が消費税減税、消費税廃止を求めてるわけですよ。山本太郎さんはずっと消費税廃止を言ってるわけじゃないですか、国民の求めてる政策のど真ん中にいるわけですよ。その人が支持されない理由がないでしょ、うん、単純にないわけですよ。で例えば自民党とか、まあ、自民公明維新とかなんて、消費税を下げることすら考えないでしょ。 そんんなな人間たちが何なんだって話なわけですよそして、えーまあ、ちょっとここからですね今の日本の、まあ、状況というか実情というか本当にこれはあのね SNS とかにも出てたんですが本当に厳しいですそして今の日本でかなり形がこう歪んでしまってるんですよこの政治のせいでね。うん でまず、岸田ですね、えー、岸田のこの、まあ、金の割り振りっていうことで、本当にもう訳が分からない、売国度中の売国度で、本当に完全に日本国民のことを見下していると思いますが、まずですね、ウに、えー、去年かな、7200億円渡したっていうことで、で今度、今年も6500億円渡すっていうのは、鈴木ってあの財務大臣ですね、えー、あれが言ったっていうことなんですね、で今度、岸田がなんか6兆円、まあ、追加するとか、か日本とウの、 復興支援がどうのこうののことか、日本というのはありえないことですが、うの保証人に入ってるんでね、もういくらあ、ねえー、なんか負担するのかわからないですよ。そしてですよ、こんなことをして、今回のこの、まあ、内容ですけど、日本人で今、生活に困ってるんですよ、日本国民って。とても生活に困ってるんですよ。その日本国民には、ねえー、何もしないと。 でこれは能登の,の,のー揺れ以外にもです、ね、生活に困っている国民が多く日本全国各地で炊き、えー、出しに並ぶ人がいるということなんですが、まあ、そういった人たちに対して国政府は何もせず募金をお願いしますって、うん、完全に日本国民のことを見下してるでしょ国民に出す金はないんですよだけど、うに出す金はあるんですよどういうことだよって、うん、さっさと売国奴なんだから買われよって。 岸田とか自民党が政権にいる限り僕たち国民が不幸になるだけなんですよ。 で同時にですね選挙に関心を持たない国民というのも岸田とか、まあね、自民、公明の組織票でのさばるんでね、それに、それをどうにかしないといけないんですよ。とにかくもう本当にこの自民党の売国政策、ウ、ね、にどん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 金を出すとか世界各地を回って金をばらまくとかね、うん、そのくせに日本国,国内には金を全く出さない、で日本国民から、ね、募金を募るとか、誰がどう考えてておかしいでしょ、意味がわからないじゃないですか。 で例えばですね、こういったことを投稿している方もいらっしゃるんですが、まあ、日本とアメリカの関係って言って、アメリカっていうのはね、えー、まあ日本の宗主国に当たります。 アメリカっていうのも、まあ、格差がある社会です、ねえー、貧富と、ね、その富裕層の格差があって、ね、自己責任とかっていうそのアメリカっていうのはそういう社,社会ですけどアメリカっていうのは貧困世帯にはあのその食品交換券っていうのを渡すっていうことなんですよだからアメリカの国民が食べるものに困って、ねえー、飢えてなくならないってそういったものをきちんと制度化してるんですよ。 日本はししてないでしょだからその炊き出しに並んだりっていうのもそうですしこの後にそ,のそういった実例が出ていたんでそれを考えていきますけど金がないのかって金あるじゃないですかこの岸田が鵜に金をまくこの金ですよこのね、えー、分かりませんけど10分のででもいいですよその金を国民にね回せば国民が食べるものに困るっていうことはないわけですよその食べるものに困るとか暮らしに困るとかねそ,そういうのってもう生きづらさの極みじゃないですか。 であの僕が知る限りですよ、これは僕が知る限りりというか僕が思う限りということでお伝えしますが国民がこのように困っているとかね、あと例えばあ自丸をする国民がいてそういったことを本気で変えようと思っているってその政治家って僕、令和の山本太郎さん以外いないと思うんですよ。他の政治家っていうのは、まあ、それでもね、ぽいような良さげな、いいっぽいような政策を言いますが嘘だったりもするし。でその 何、あのー、て言うんでしょう本気で向き合ってるっていうところのその本気性は僕は全く感じないんですよ山本太郎さん以外にね、うん、だから日本国民のことを真剣に考えて、えー、くれない時点でそういった政治家ってないでしょ他の政治家って話になんないでしょで結局ですね山本太郎さんがおっしゃってますがあのー、この困った状況っていうのは 国が助けないといけないわけですよ。だから、自助とか控除とかって言いますけど、控除しないといけないわけですよ。でも、控除しないわけ,わけでしょ。そして、何でも自己責任という,いうわけですよ。例えば、仕事がうまくいかない人に対して自己責任とかね、何でも自己責任論とかって言うんですが、自己責任じゃないでしょ。多くの人がそうっていうので苦しいえ、厳しいなんか過ごしてるなんでそれが自己責任なの意味がわからないでしょ。で、この日本の歪んだ形って、本当にえ今回出てるんですけれども、 あのいくつかの,その、まあ、ニュースっていうかそれがあ,のあって日本国民が2つの選択を迫るっていうことをがまあ言われてる内容なんですよあの。何か罪を犯して刑務所に行く道を選ぶかあの世に行く道を選ぶかっていうことです。 だから、もう例えば生活保護っていうものもなかなかもらえないとかっていうことで、生きることができない、つまり刑務所に行くのが最終的な道になってしまうと、もう食べていけないんだって、そんなことがあっていいわけないんですよ、日本で。でもそんなことがあるんですよ。 あの生活保護で、えーね、そのなかなか生活保護の、まあ、申請が受けられない、えー、とかそういったことであれば何かしらの、まあまあ、軽いっていうのもなんですけど軽いそういった罪を犯して刑務所に入るそういうことを考える人っていうのがいるんですよ食べることができないから、うん、でそんな国に誰がしたって、うん、自民党がしたんでしょ自民党と竹中平蔵がしたんでしょでこのもう貧困の何て言うんでしょう貧困の極みですよね でこの貧困の極みっていうのは先ほどお伝えしましたがあの人間を追い詰めますから例えばそういったところでその犯罪に手を染める人が出てくるわけですよ。で例えばですねそういった犯罪をした人に関してどうのこうのって言うんですがそれってのはその人が悪いと言えばそれまでなんですがそうじゃないんですよそういった社会構造に問題があるわけですよ。例えばね 何かその罪を犯した人がいます。じゃあその人を逮捕します。それで問題は解決しないんだよ。また次に同じようなことをやる人が出てくるから、どん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 治安が悪くなっていくわけですよ。それに加えて今度外国人の問題もあるでしょ。外国人移民の問題。だからどん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 日本っていうのは治安が悪くなっていって、日本国民にあのもう過ごしづらい日本になってしまってるわけですよ、今ね。でで例えばですねまあ,あの ボランティアとかそういったものもありますが、別にそれをされてる方っていうのはね、えー、尊いと思います。だけどそうじゃないんですよ。個人が頑張ったってね、助けられる限界ってあるでしょ。だからその政治の問題なんですよ。本当にその腐りきってる政治を変えていかないと、どうにもならないんですよね。で例えばあの今回のこの話ですけど、日本の現状ね、実際そうこういった話があるんですけど、なんで、えー、あの 軽い罪を犯して刑務所に入るのかって言ったら刑務所に入ったらご飯が食べれるから、うん、でもし病気になっても医療も受けられるから無料でね、うん、で、えー、その刑務所の中には職業訓練もあるでお金も少しもらえるそういったことを国民が選んでしまうその 何て言うのかな？社会の構造が問題だと思いませんか？っていうこと一人じゃないんですよ。そういうことを考えてしまう人がね。うん、そういった今日本になってしまっているわけですよ。 だから生活保護も機能しない、えーね、誰かに助けてもらおうと思っても助けてもらうことができないそんなあ今日本だからもう衰退してるっていうかもう何て言うかわからないですけどそしてそういった困ってる、えー、困ってる人に、ね、同じ日本国民が自己責任っていうそういった言葉を投げかけるどうかしてますよこの国本当に、うん、国もおかしいし政治もおかしいしその日本国民が国民だから同じ国民同士でかける言葉もおかしいよ 僕はそう思ってます。あとですね、まあ、ここにはほとんどいらっしゃらないと思うから言いますけど、山本太郎さんを否定する人間ね。うん 能登の揺れの後にに能登に行ってですね、えー、その国民のことを考えてくださってる山本太郎さんに対してカレーを食べてるどうのこうの意味の分かんないことを言ったりとか、最近もありましたけど、えー、千葉かな、千葉で、えー、街頭演説をしていたら、ね、その日本国民のために給付金をとかって言ったら、ね、その言い方がどうのこうのとか、もう言ってることの意味が分からない、だからそういうことを言うやつらが多いっていうのも、これ、日本の国民のこの民度の低さを示してるんですよ、僕はそう思ってます。 だって別に山本太郎さんって、あのそんな文句言,ういあの言われる筋合いないでしょ、うん。よっぽど、よっぽどね、自民党とか岸田とか、わかんないですけど、長谷とかもそうだし、他の議員と維新の会とか、そういう売国度たちのが言われるのがあるでしょ。だけど山本太郎さんが言われるわけですよ。だからそれが、この今の日本の民度の低さを出していると僕は思います。で あの何がです、ね、苦しいのかっていったら、あのその日本の政治の腐敗ぶりですよね、5個5民を超えて6個4民になってるわけですよ、だから例えば60%近く、あるいは70%近く国に搾取されるわけですよ、朝から晩まで働いて60% 70%を取られたら、働く気失せますよ、国民が。そしてですね、えー、その竹中平蔵のせいで非正規がどんどん増えてるんで、 急に仕事を失ったりするわけじゃないですかそしてそうなってね住むところをなくすとかそういった可能性があるんですよだから本当に今の日本っていうのはあの国民が過ごしづらい世の中になってしまってるんですよそれを政治で変えていかないといけないんですねで、えー、まあこの竹中平蔵の話はもう少し前にもしましたし別に今回はその竹中平蔵に関してねどうのこうの言うっていうわけではないですけどまあ、竹中平蔵っていう売国度ねうん。 あの小泉竹中で、まあそのね、その自民党政権で消費税を入れて、消費税をどんどん上げていって、日本経済を衰退させていったのが一点あと竹中平蔵っていうのは、そのね、非正規雇用を40%まで増やしたんですよ、まあまあ、労働者派遣法っていうものをどんどん変えていってです、ね、国民を安い賃金で働かされる、そしていつでも国民を切り捨てられるような、その雇用の形を変えたんですよ。 で今もお、まあ、大体非正規の方が40%を含むっていうことなんですね。僕も含めて。で、多分この中で非正規の方もいらっしゃると思うんですが、だからその非正規っていう全く悪い、国民にとっては悪いものでしかないものが、日本国内の40%を占めるっていうことです。で、あの自己責任論とか語るのかもしれませんが、例えばですね、えー、本当に仕事をしたいと、仕事をする気もあるし、 なんだったら仕事をする能力がある。でも、雇用がなければ働けないんですよ。で、働けなかったらご飯を食べれないわけじゃないですか。そうなってくると、あの生きていけないんですよ。で、例えばそういったものを先ほどお話ししたように、インボイス制度でね、その消費税を課税されて、もう食べていけないっていう、自慢をしようっていう方がいるっていうのは国会で話題になったわけです、数日前にね。うん でえーまあ、その働く業種,業種とか業態かな、それによっても異なるのかもしれませんけど、その個人フリーランスの方も厳しい、あるいはです、ね、正社員でも,もう本当にその6個、4ミで厳しいで、非正規の方というのはより厳しいということで、だから国民が過ごすのが本当にあの苦しい世の中なんですよ。でえー、今回このお、まあ、ニュースでであったんですけど 23日何も食べてない方がです、ね、コンビニに、えーまあ、入ってです、ねえー、もう、まあ、生活もできないし。 食べるものもないかう、まあ、お金を出してくれって包丁を突きつけたことがあったっていうことなんですが、まあ、その方っていうのはあの強盗未遂で逮捕されたっていうことなんですねでその方っていうのはあ結果的に、えーまあ、留置場内しは刑務所に入って1日3食ご飯を食べると刑務所が最後のセーフティーネットになってるっていうことで、うん、実際にこの方は刑務所に入って食事をね食べてる食べれたわけじゃないですか だからこういったあの食べることに困って犯罪を犯す人が日本で今、増えてるっていうことなんですよ。よ あるいはですね本当軽い、まあ、罪、まあ、軽いっていうのも言い方が悪いけど自転車を盗んでねそれでそのまま自転車を盗みましたと自分で自首したりしてそれで刑務所に入るだから刑務所が最後のセーフティーネットになっているってだからこういったものが語られないだけで今の日本の中にあるんですよだからすごく住みづらい今日本になっているわけですよ僕たち国民にとってね。これを放置しておいいいいいわけななじゃないですか でこれっていうのはあ、僕はお話した話ってのは、別に僕ももちろん全部分かるわけではないですけど、氷山の一角なんですよ。うん、でもっともっと本当はあると思います。でニュースになって、ね、ないだけとか、ニュースになっても知らないだけとかね、うん。で、こんな状況がずっと続いたらどうなりますかって話ですよ。もう日本の経済なんてパンクしますし、日本の経済がパンクする前にね、明日は我が身かもしれないわけですよ。だから、そうなる前に政治で変えていかないといけないんですよ。で えー、この状況を変えられる政治家は誰かって言ったら僕は令和山本太郎さんしかいないと思ってます。でそれは何でかって言うと、いつもお伝えしてますが、山本太郎さんは消費税廃止、インボイス制度廃止、国民全員に給付金、そういったことを言って言っていただいて、その日本国民の経済のことを考えてくれてるわけですよ。日本国民の経済と日本の経済ですね、その両方を考えていただいてるわけですよ。あの日本国民がですね 最低限の暮らしができる日本にならなければもうね、えー、もうどうにもならないわけですよ。で、その日本国民が最低限の暮らしをするえー、その日本になるためのその1丁目1番地いうのはこれ経済の話なんですよ。で、山本太郎さんは街頭でおっしゃっていた話があって、まあ僕もその街灯の話を聞いてですね。本当にあの涙する時がありますけど、山本太郎さんが言ってるわけですよ。 日本国民が自摩する、あるいは日本国民が自摩を考える、そんな日本であっていいわけないでしょ。うん、実際そうなわけですよ 最初にあの、ね、その僕にコメントをいただいた方もそうですが、生きるのが辛くて辛くてって、そんな日本でいいわけないじゃないですか。かそれを国民が変えていかないといけないんですよ。別に自己責任でも何でもないですよ。みんな頑張って過ごしてますよ。そういった社会のせいです。そういった政治のせいです。それをあの変えていくには、政治で変えていくしかないんで、令和の山本太郎さんが、ね、政権中枢に入ることしか、ねえー、変わらないと思います。ただし、逆がありまして、 山本太郎さんがね、えー、政治家として活動されているってことが僕たち国民にとって希望なんですよ。何とかして次のまあ、選挙の時にですね、令和が政権中枢に入れないかなと僕は思ってます。 あの理想と言われるかもしれませんが、僕の理想っていうのはあ,のあるんですよ、令和の単独政権なんですね、他っていうのはいろいろね、えー、こ,こじれたりするんで,で、令和の単独政権、で山本太郎さんが何か総理大臣になっていただくこと、えー、僕はそう思ってます。ただですね、山本太郎さん、本人がおっしゃってたんですよ、あの何かのおしゃべり会の時にに、僕は、ね、別にあの山本太郎さんを応援してるんでね、別にその山本太郎さんがおっしゃってる言葉に、別にどうのこうの言うつもりは全くないですけど、 令和の議席数が今は8だからまあ、厳しいっていうことをおっしゃってるんですよ。で、多分それは本当だと思います。だから皆さんも思っていると思いますが、令和の議席数を20まで伸ばしたいとかね。まあ、そういったお考えがあることも分かってるんですけれども。あのー？今の令和の議席数が8だと、まあ、その他の政党の政治家が令和には来ないっていうことをおっしゃってるんですよね。確かに来ないとは思うんですよ。でも。 あの皆さんも思うでしょうし僕も思うんですけど令和を応援してるのは日本国民なんですよね、うん、だから日本国民のことをずっと真剣に考えてくれ,るくれている山本太郎さんに今度は日本国民があの応援してる番なんで議席数が8でもどっかのタイミングでひっくり返るんじゃないかと僕はそう信じてるんですよ、まあ、そう信じてるっていうか、まあ、そう願ってるっていうことでねでおそらく令和の支持者の人もそう思ってると思うんですよねどっかのタイミングでひっくり返るんじゃないかってうん。 だから例えば、ね、そのマスコミの支持率が嘘である、しかし本当は令和っていうのはものすごく支持されてるっていうことを書いていただく方もいます。で、僕もそう思ってます。で、このですね、今の厳しい日本社会、僕たち日本国民が過ごすのは厳しいこの日本社会を変えるのは政治でしかないんですよ。政治でこの腐敗した、ね、日本社会を変えるのは、この政治でもう一回良くしていくしかないんですよ。 でそれをできるのは山本太郎さんしかいないと僕は思ってます。というか僕たちですね。僕も令和を支持してる方も多分思ってると思います。だから政治でね、腐、え、敗、ー、した日本を政治でもう一回より良くしていく。それしかな,ないですそ。そうなることによって僕たち日本国民がですね、過ごしやすい日本に、えー、なっていくと思いますので、えー、ちょっと今回はですね、リスナー様の頂い,いたコメントと、あとはまあいろいろ調べたこと、まあ竹中平蔵がですね、 非正規雇用を増やして生活困窮する日本国民でそれをひっくり返すのは山本太郎さんしかいないですし僕たちはそういったねえまあ物語というかそういったドラマを見ているとまあ僕はそう思っていますということでちょっと長く長くなってしまったんですけど今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼